さて毎月第3第4火曜日でお伝えしているはかる大切のコーナーですが今朝もこのスタジオにはカメラを用意してラジオが見えるということになっていますラジオ放送終了後にはラジオ関西の動画配信コーナーまたはコープ神戸商品検査センターのホームページからもご覧いただけます今朝は先週に引き続いてゲストにプロ GPS ランナーの清水直樹さんコープ神戸物流部の井川雅光さん そして商品検査センターの中川義和さんにお越しいただきましたおおははよよううごござざいいまますす先週は清水さんにプロギングっていうスウェーデンが発祥というねゴミ、えー、拾いブロックアップをしながらそしてまたジョギングをしてっていうこういう組み合わせた、ま、スポーツ、えー、このご紹介をいただいたんですけれどもあの今年の3月でしたかあの「タイ語でありがとう」 砂浜かけ、感謝を文字に、東日本大震災10年で発信、そういう記事をでででですすすね神戸新聞で見かけたんですがはいそうですあの東日本大震災から今年であでちょうど10年の節目ということで、何か世界に対してえこうありがとうというメッセージをこうスポーツと後の力で伝えたいということで、複数の NPO やあの個人100人と全国で協力して、ですねえ描いた作品になります。 はい、これ妻の海岸で行われたんですねはい、妻の、まあ、ビーチで、えー、ビーチ用の車椅子をこう使って、みんなで押し合ったりとかですね、えー、しながらこう、<ー>難解なタイ語をこう一生懸命、みんなで描きました<ー><ー>タイ語って、ありがとうって、なんて言うんですか <laughs> 何でしたっけ、コップンカップああそれをじゃあ、文字に <laughs>、はい、表すということですよね。で、はい、でもこのこのですから自分が今どこにいて でその、えー、歩いたり走ったりしたところが点から線になってそれが、まあ、文字だとか絵になるということなんですよねはいそうです、ね、これもいろんな言葉いろんな文字絵、えー、になると。 いうわけなんですけれどもあのー、ただこれコロナ禍の中でのこういう催しですからいろいろとご苦労もあったんじゃないですかそうですねやっぱりこう人を集めるのがまずは難しいはい。で集まったとしてもやはりそのマスクをする条件でありますとかやっぱりこう、うん、距離なんかをしっかり取りながら、はい、この砂浜でも実施させていただきましたなるほどでもやっぱり健康づくりっていうことでは 適度な運動っていううのはこれ欠かかせせませんからねねそうです、ね、マスクをしながら、まあ、ランニングはちょっと厳しいとしてでもです、ね、うん、マスクをしながら、ウォーキングだったらできるなというので、まあ、適度な運動がより広がるような仕組み作りを今、していますなるほど、で井、うん、川さん、はい、今年はあはコープ公演も100周年ですから、そうですね、えー、なのでこの100の文字を書いたりですね、はい、100周年記念ソングもこうデビューしますので、そのタイトルを書いていただけたらいいなというふうに思ってますね。 やはりあの物流部ですからね、はい、物が動くということで、そうですね、いろんなあの供給商品が今、どこ行って、はい、どこ行って、で気がついたら、それがなんかまた文字になってると思って運ぶの大切ですんで、<laughs> このの文字をね、<laughs> ぜひぜひ読んでください <laughs> 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 と思います、はい、えと清水さんは、この後、まあと、もう4月もね、ま、えー、もなくゴールデンウィークに入って、5月、来月迎えますが、近々何かイベント等ございますか。 そうですねやっぱりあのオリンピックがまあ一つの大きなイベントとなりますので、はい、その裏で,、えーでね、SDGs な聖火リレーというものを全国北海道から沖縄の NPO と一緒に協力して、はいえー、実施しようというふうに今思っていますそれ、具体的にはどんな形でそうですねあの、連結アートというようなやり方になるんですけれども、はい、各 NPO があのイベントをして一文字ずつ。 英語ローマ字を描く、はい、でそれを全国分集めるとこう応援メッセージ世界の応援メッセージになるという取り組みをしたいというふうに思っていますそれをまあ全世界発信ということでね、はいはい、ぜひそれも楽しみにしております、はいはい、さあそして100周年を機にですね商品検査センターのクロマトがはかるにリニューアルされたということで今日は中川さんにお越しいただいてるんですがあ、はい、あそうなんですね、えー、えとこの、えー、と検査センター情報誌 なんでですけどもそ、はい、それでその情報誌をこの「測る」体制の取り組みとか健康づくりの情報をお伝えするためにですね、うん、タイトルも「測る」にリニューアルしています、はい、で、まあ、記念すべき第1回はですね、はい、商品検査の日の集いの講師でご参加いただきました東京大学佐々木先生に、はい、なぜ食習慣を測るのかについて書いていただいております。うんはい あの本部の中にはこの栄養素とか機能性物質が豊富に含まれている食べ物、まあ、食品について詳しく知るよりもたとえ大まかでも栄養素主な栄養素についてまあ自分の摂取量自分が何食べたかっていうのを測る方が大事だよっていうことが書かれてますね。健健康康にしたたいいいででありたいっててうのはは食品ではなくて自分 自身だからだよと、はい、いうことをね,ねおっしゃってますよね。はい、まあ確かにその通りなんでしょうけれど、はい、なかなか自分自身って測れませんよね。<laughs> そうそうですよね。<laughs> うん、はい。それこそ清水さんのようにね、自分がどこ歩いたか走ったかっていう記録自動的にしてくれるようなものがないと難しいですよ、ね。そうよ、ね、<laughs> そうですね。 この「はかる」ですけども「このはかる」は商品検査センターのホームページでもダウンロードしてご覧いただけますのでぜひご覧いただきたいと思います、うんはい、それではコープ神戸商品検査センターで検索をして、はい、まずはそのサイトからちょっとねダウンロードをしていただきたいと思いますでこの「はかる」観光発刊にあたってということで、えー、これまでいろいろ講師を務めていただいた方々からのメッセージも えー、最終面に載ってますねちなみに私も毎日測ってますっていうことでねレコード楽曲のタイムを測ってますよという話をね <laughs> ちょっとコメントを書かせていただきました一つのきっかけになればということでこのープ神戸100周年を機に黒的が測ると。 いうふうになりました。はい、これはコープのお店に置いてあるんですね。はい、そうですね。すねお店にもお、はいし出しておりますので、はい、ぜひお<そ>はいご覧くださいませ。はい。そしてまた、えー、商品検査センターのホームページからもご覧いただけますので、合わ、はい、せてご覧になってください。はい、コープ神戸100周年、新しい健康づくりの取り組みがいろいろと始まるということで楽しみです。この模様はラジオ関西の動画チャンネルまたはコープ神戸商品検査センターのホームページからもご覧いただけます。 今朝はゲストにプロ GPS ランナーの清水直樹さん、物流部の井川正光さん、商品検査センターの中川義和さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。